いつもの街角ウォッチング。巨大都市新宿。新宿駅では1日平均346万人が乗り降りしてギネスブックに登録されているんだとか。今日は高速バスで伊香保温泉へ向かいます。ここでバスを乗り換えます。なんだか工事中ですね。いつもの街角は変わっています。これが玉屋。この辺りの町ことはあまり変わっていないようですね。雪が積もっています。晴れていればこの辺りに水沢山が見えるはず。病院に着きました。おばあちゃん、お見舞いに来ましたよ。雪が降ってきました。寒波のせいで雪が降ってきました。70分も待っています。